こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はスターリンク3ヶ月レポートという話です。もう導入してね、スターリンク3ヶ月が経ちました。この間ね、いろいろなことあったんですけれども、今日はね、そのスターリンクについてお伝えしたいと思います。このスターリンク、もういろんなところで情報ね、皆さんあるかと思うんですが、まあね、こちらで3ヶ月使った、状況についてね、ちょっと最初ご説明しておきたいと思いますが、これがね、スターリンク、の管理ページになりまして、実際、アップタイム、その衛星とのつながっている時間がどのぐらいあったかとか、それからレイテンシーって言いましてね、どのぐらいのレスポンス速度があったか、それからどのぐらい使ったかということが分かります。そしてね、今こちらご覧になっていただいているのは、スピードですね、が測れるというスピードテストがこの管理ページについています。でね、最初は100メガぐらいだったんですがね、最近ずいぶんね、230度結構いくようになりましたね。これもね、必ずこの速度が出るかっていうとそうでもないんですね。というのは、これはあくまでも、我が家から衛星につながって、衛星から基地局はロサンゼルスにあるわけですけれども、そことのね、間の速度であって、その先のインターネットの速度はね、遅かったら遅いんですよね。だから今これ YouTube 作ってアップロードするときはね、やっぱり Google 側の問題もあると思うんですけどね、そんなに早くはありません。それからね、こちらはね、受信状況が、グラフィカルに分かる、そんな管理ページなんですけれども、赤いところが出るとね、サテライトと通信ができなかったっていう、そういう内容なんですね。そしてね、契約してからスターリンクのページね、ちょっと見てなかったんですがね、今回この情報をお届けする前に見てみました。前回もね、見たらね、サービスの種類が増えてますね。レジデンスとビジネスってなったんですけど、その後 RV が増えて、そして今見てみるとね、マリーンっていうのが増えましたね。これマリンというのは、ボートを乗る人たちの、インターネットってことなんだろうと思うんですけどね。なかなかアメリカ人の、遊びなのかビジネスがちょっとわからないですけれども、やることがダイナミックですよね。おそらく私はね、ボートを持つなんてことはないと思うんですけれども、せいぜい RV 止まりかなと思いますけれども、なかなかすごいことを考えるなということでね、RV で、インターネットがつなぎたいっていうのもちょっとおかしな話っていえばおかしな話ですけれどもね。ただね、今コロナの関係で自宅で勤務するっていう、要するに場所を選ばないっていう状況になってきたわけであって、船の上でも、RV の上でもですね、とにかく通信は一応したいというのはね、なんとなくわかる話ですよね。そんなわけで、今度はマップの方を見てみましたらね、これ日本がこの秋にサービス予定になってますね。これすごいですね。いつからねこれがアナウンスされてたのか、私今このページを見て気がついたんですね。あまりね、日本はサービスされないんで、スターリンクの情報をね、皆さんお届けしてもあまり興味がないのかなというふうには思っていたんですけれども、これ見るともう間近ですね。で、調べてみたら、KDDI がこのスターリンクと契約したというのが情報を見つけました。で、どういうふうに KDDI がね、このスターリンクを使うかというと、やはりね、要望が少ないエリアで 5G をつなげようとすると、当然そのコストがかかりますよね。で、使ってる人が少ないけれども、数人使いたいと声を上げてるっていう時になると大変な金額がかかる。要するに設備ですよね。それがスターリンクを入れることによってインターネット回線ができて、そこで 5G の基地局を建てれば、これかなり安くね、
できるって話なんで、おそらく KDD はそれを狙ったんじゃないかなというふうに私は思っています。さてね、ちょっと基礎的な話になりますけどね、実際どうやって、このね衛星インターネットが通信できているかというと、まあ、先ほどもご説明した通り、基地局があって、それからサテライトがあって、そして、インターネットの端末ですね、スターリンクの端末があるというところで、そこの、ね、データをやり取りするっていうことになるわけですよね。でそこがね、230メガも出るっていうのはこれすごいことで、今ね今後ね、結局スターリンクとかアマゾンとかボーイングとかいろんなところがねこの方式でここに参入するという、そんなようなね記事がねここに載っておりまして、今後はね今使用料決して安くはないんですけれども、結局参加する企業が増えていけばどんどんね安くなって、またサービスも向上するということでね、なかなか素晴らしいことじゃないかなというふうに思います。昨日ね、スターリンク53個また打ち上げがされました。でおそらくこれトータルねこれで、2000とかなったんじゃないかと思うんですけどもね、増えれば増えるほど使いやすくなるというね、そんな状況で、なかなかユーザーにとってはありがたいですね。ただね、今この図で見ている通り基地局は近くですから、結局、Yelp とかその Yahoo のサービスやると IP アドレスがロサンゼルスになっちゃいますんでね、近くに例えばレストランニアミート探してもロサンゼルスの近くが見えるということで、ちょっとここはね何とかしたいところですが、まあ、ただね IP アドレスもたくさんあるわけではないので、位置を特定するのは難しいかなというふうに思います。そんなわけでね、私はRVerとしてですね、キャンプをするとかそういうところと、またまあ仕事がねIT 関係ということなので、常に今接続していたいという理由からこのスターリンクを導入したということです。さらにねアメリカって結構ね停電って多いんですよ。これ普通に停電あります。でその時にね電気がなければ結局インターネットも使えなくなりますので、まあ、これはねRV に搭載していたバッテリーシステムを今外に持ち出しまして、充電ソーラーパネルとねつなげて、ちょっと手製でねバックアップ用の電源を作りました。でこれをね、ここに置いておけば最悪停電あるいはね何か災害が起きた時でもねインターネットの通信ができるし、インターネットの通信ができるということは、まあ、最悪電話はね電話回線でなくてもインターネット回線で電話できますのでね、なんとかしのげるんじゃないかというんで、まあ、このシステムをねちょっと作って置いておきました。ただねバッテリーがねリチウムじゃないので、これ M 字バッテリーなんでめちゃくちゃ重いですね。そう簡単にはね、移動はできないですけれども、ただね何かあった時に、こちらにね、スターリンクの端末をつないで自分の携帯をつなげば、まあ、世界どこでも通信はできるということになりますのでね、非常に、こういった非常用の設備をね、用意するのはねいいのかなというふうに、思っています。まあそんなね緊急事態が起きないことを常に望んでいますけれどもね、ただねまあこの今の世の中何が起きるかわからないというところでね、やはり、スターリンクを導入したのはね私は正解だったと思います。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。